手代木隆吉一1月30日から1967年3月31日は、日本の教育者、政治家、弁護士、実業家、衆議院議員、北海道渦軍門スッポン出身、郷は小山。1906年北海道神常師範、学校卒業後、北海道の旧正小学校の訓導や校長を経て、1918年、 中央大学法学部卒業。1921年半事件児投用試験に合格。弁護士、弁理士事務所を開く。1924年小選挙区制で実施された第15回衆議院議員総選挙に、旧北海道第10区から県政会公認で出馬して、衆議院議員に初当選。中選挙区制が導入された1928年の、 第16回衆議院議員総選挙には、旧北海道第4区から立憲民政党公認で出馬するものの時点に、終わったが、1930年の第17回衆議院議員総選挙に前回と、同じく民政党公認で出馬しトップ当選で、帰り咲いてからは連続5回当選し、1934年には、岡田内閣の匠参与官に就任した。政党解消後は、 翼3議員同盟、翼3政治会、大日本政治会に所属し、1942年の第21回衆議院議員総選挙には、翼3政治体制協議会の推薦候補として、出馬しトップ当選した。終戦後は非正解の後ろ身である新歩党の決闘に参加し、篠原内閣の司法政務次官にも就任したが、 翌3選挙で、翌3政治体制協議会の推薦候補として、当選したため公職追放。追放中は、日本生活資材社長や、正木きたるく当席社長等を歴任した。追放解除後も、政治熱が冷めやらず、1952年の第25回衆議院議員、総選挙及び1953年の第26回衆議院議員総選挙には、改新党公認で、 1955年の第27回衆議院議員総選挙には日本民主党公認で、さらに1956年の第4回参議院議員通常選挙にも緑風会公認で、それぞれ出馬したが落選し、政界に復帰することはなかった。ありがとうございます。